出した心理テクニック。心理学は私たちが人生をより豊かに生きるための指南書です。この動画では心理学の基礎的な概念から実践的なテクニックまでを解説し、あなたがより充実した人生を送るためのヒントを提供します。脳科学から見た悪口を言う人の心理、ドーパミンとコルチゾールの関わりとは？はじめに、皆さんは他人の悪口を言うことがどのような心理状態にある人が行うものなのかご存知でしょうか？実は、その行為には脳内物質であるドーパミンとコルチゾールが大きく関わっています。まずは、他人の悪口を言う人の心理について簡単に解説いたします。他人の悪口を言う人の心理。他人の悪口を言う人の心理には、自己陶酔的な要素も含まれています。自分が他人よりも優れていると感じることで、自己肯定感が高まり、自分自身をより良い存在だと感じることができます。しかし、このような自己陶酔的な要素は、他人の悪口を言うことが原因で自己肯定感が高まるわけではありません。むしろ、自己肯定感が高めるために、他人の悪口を言ってしまうのです。また、他人の悪口を言う人は、自分自身に対する不安や不満を他人のせいにすることがあります。自分自身の問題を直視することができず、他人の欠点や失敗に目を向けてしまうため、他人の悪口を言ってしまうのです。そのため、他人の悪口を言う人は、自分自身の問題を解決することができないまま、問題を他人に押し付けてしまうことがあります。さらに、他人の悪口を言うことが社会的に許されないという認識があるため、他人に対する悪口を言うことは、社会的にも受け入れられない行為です。そのため、他人の悪口を言う人は、周りの人から嫌がられたり、孤立してしまったりすることがあります。このような状況が続くと、ストレスや孤独感が増大し、心身の健康に悪影響を与えることになります。さらに、他人の悪口を言うことで、自分自身の価値観や人格を問い直すことが必要なくなり、自分自身を守るための防衛規制として機能することがあります。しかし、このような防衛規制は、他人との関係を壊すことがあり、社会的な孤立やストレスを引き起こす可能性があります。総じて言えることは、他人の悪口を言うことが自分自身や周囲の人々にどのような影響を与えるかを理解することが大切であるということです。自分自身のストレスや不安感を解消するために、建設的な方法を見つけることが重要です。それでは、続いて脳内物質であるドーパミンとコルチゾールがどのように大きく関わっているか解説いたします。ドーパミンとは？まず、ドーパミンについてです。ドーパミンは、報酬系や快楽中枢などの機能を担う神経伝達物質であり、脳内で活性化することで幸福感や快感を得られるようになります。そして、他人の悪口を言うことで、自分が優位な立場にいると感じることができ、この感覚によって脳内でドーパミンが放出され、快感を得られるようになります。しかしながら、他人の悪口を言うことが長期的には自分自身に悪影響を与えることがあります。その理由が、コルチゾールです。コルチゾールとは？コルチゾールは、ストレスホルモンとして知られており、ストレスがかかると分泌されます。そして、他人の悪口を言うことで、相手に嫌がられたり、周りの人から煙たがられたりするなど、マイナスの感情が自分自身に跳ね返ってくることがあります。このような状況が続くと、ストレスがかかり、コルチゾールが過剰に分泌され、心身の健康に悪影響を与える可能性があります。つまり、
他人の悪口を言うことで一時的にはドーパミンによる快感を得られるかもしれませんが、長期的にはストレスや不安感を引き起こすことになり、心身の健康に悪影響を与えることがあるということです。潜在意識では主語がわからない。そして、潜在意識では主語がわからないため、他人の悪口を言うことは、自分自身が攻撃されていると感じることがあります。このような攻撃的な感情が引き起こされると、ストレスホルモンであるコルチゾールが分泌されます。このストレスホルモンの分泌は、心身の健康に悪影響を与えることがあります。そして、コルチゾールが過剰に分泌されることで、以下のような悪い影響が体に現れることが知られています。免疫力の低下。コルチゾールは免疫系に作用し、免疫細胞の働きを抑えるため、過剰に分泌されると感染症や炎症にかかりやすくなります。精神的ストレス。コルチゾールはストレスホルモンの一種であり、過剰なストレスによって分泌されるため、長期的なコルチゾールの過剰分泌は、うつ病や不安障害などの精神的疾患を引き起こす可能性があります。骨粗鬆症。コルチゾールは骨形成を阻害し、骨吸収を促進するため、長期的な過剰分泌は骨粗鬆症のリスクを高めます。肥満。コルチゾールは血糖値を上昇させ、脂肪細胞の成長を促進するため、過剰な分泌が続くと肥満になりやすくなります。心臓病。コルチゾールは血圧を上昇させ、動脈硬化を促進するため、長期的な過剰分泌は心臓病のリスクを高めます。肌の老化を促進する。コルチゾールは、過剰に分泌されることで、肌の老化を促進する可能性があります。具体的には、コルチゾールが活性酸素を産生し、肌細胞の酸化ストレスを増大させるため、肌のシミやシワの原因になるとされています。また、コルチゾールが皮膚のコラーゲン合成を抑制するため、肌の弾力性が低下し、老化現象が進む可能性もあります。ただし、この影響は、他の健康問題ほど明確ではなく、個人差もあるため、一概に過剰分泌が肌に悪影響を与えるとは言い切れません。以上のように、コルチゾールの過剰分泌は様々な健康問題を引き起こす可能性があるため、適切な量に保つことが重要です。まとめ。以上が、脳科学から見た悪口を言う人の心理についての内容です。他人の悪口を言うことで、一時的にドーパミンによって快感を得られるかもしれませんが、長期的にはストレスや不安感を引き起こし、コルチゾールによって体を破壊して、自分自身の問題を解決することができなくなる恐れがあることを理解することが大切です。以上、私たちが心理学の知識を実践することで、周りの人々にも良い影響を与えることができます。私たちが自分自身に対する理解を深め、より健康で幸せな人生を送ることができるようになると、周りの人々も同様に影響を受け、より良い関係を築くことができるでしょう。この動画を視聴することで、あなた自身や周りの人々がより健康で幸せな人生を送ることができるようになることを願っています。心理学の知識を実践することは簡単なことではありませんが、少しずつ取り入れていくことで、自分自身と周りの人々との関係を改善し、健康で幸せな人生を送ることができるようになるでしょう。この動画が良かったら、いいね、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。